さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日はですね、このキランゴさんっていう方がですね、ツイートされている編成、お借りしようと思います。はい、本人からもちろん許可もらっています。3日前ぐらいにこの方がツイートされた編成なんですが、とんでもないバズり方をして、有名な人とかもめっちゃこの編成を参考にしてね、いろんな編成が今作られてるんですけど、こちらの編成をね、お借りして使っていこうと思います。はい。炭治郎と、こちらディノワルドと、そして稲姫、ポロネ、ネズコ、炭治郎の編成になっています。で、詳しい編成はですね、ツイートのリンクを貼っておきますんで、そちらをね、ご確認していただければなと思います。はい、今日はこの編成を実際にお借りして、裏白やっていこうと思います。行きましょう。まあ、本家編成はさっき紹介した通りなんですけど、今回少しだけ変えてます。はい、ディノワルドを、こちら合気装備にして、落ちこなしバッチつけてます。まあ、これでもね、十分いけると思うんで、今回は裏白やっていこうと思います。行きましょう。はい、じゃあやっていきましょう。まずは1階層からですね。ちょっとね、さっき録画ミスしちゃってね、これね、テイク2なんだよな。最悪だ。やっていきましょう。まずは1階層からですね。ディノバルド打っていきます。お、ずれてる。危ない。こんな感じで、火のこげし入れながら、水汲んで7コンボで倒していきます。OK、これでぶっ倒していく。水の全体入れないようにだけ注意ね。はい、続きまして2階層。ここは自力のパズル教室ですね。普通に頑張ってください。特に難しい要素もなく、ただのパズル教室です。はい、2ターン目てかちょっとね、パソコン変えたばっかでね、編集ミスあってごめんなさい。さっきそう、 BGM の音量ね、100にしてたっていう。本来ね、今20ぐらいなんですけど、100っていうね。みんな耳潰れるよね、ごめんね多分今回は治ってると思います。3ターン目全消ししていきます。まあ、ある意味さっきの動画見れた人はね、ラッキーってことにしておいてください。ちょっと下っちゃったけど、こんな感じで組んでいきます。まあ6号なんで言うて簡単かな。はい、倒していきましょう。で、続きまして3階層ですね。稲姫、ポロネ、ネズコ、炭治郎変身って感じですね。稲姫、ポロネ、ネズコ、炭治郎、炭治郎、追い打ちって感じです。これで倒していきます。はい、こんな感じでぶっ倒してあげれば OK です。これで倒していきます。で、続きまして4階層。あ、泥共有1ないっすね。じゃあ1ターン待ったんじゃろうとか。はい、炭治郎打ってあげて。お、クラゲ弾いた、奇跡だ。これ 20% でしか弾かないんで、ほぼ弾かないんですけど、マゲルで弾きましたね。ナイス。まあ、基本的にね、ここら辺パズル簡単なんで、暗闇ありでやってください。ただ西田もすごいな。で、ここは炭治郎打ちながら、まずは削っていきます。はい、こんな感じで L 字含みながら1コンボ追加で組んでいくっていうのを2回やってあげれば倒せますが、泥強ゼロだったんでちょっと削りづらいかも。え、結構削るな、やば。マジか、ワンチャン倒せそうでしたね。しかも OK、 こんな感じでぶっ倒していきます。はい、火の上でぶっ倒していく。ナイス、強いですね。さあ、続きまして6階層。こいつは火3組んであげて倒していきますが、火欠損してるんで、まず1回炭治郎打ってあげて火の3消しで、その後もう1回炭治郎打って火の3消しで倒していきます。マシンキラーゴリゴリ乗るんで普通に倒せます。はい、正直この編成はね、20階層の敵によって結構左右されるんだよな。めんどくせえ水のやつが1人いるんだけどね、あいつが来るとマジめんどくさいんで。はい、続きまして7階層。ここはごげししていきます。ただまあ火も残したいんで、火も残しながらって感じでいきます。よいしょ、こんな感じかな。で、火1個ぐらい降ってくると思うんで、これで倒していきます。続きまして8階層。クラウスラスは炭治郎火の上かける2セットで倒せますが、まあ、向こう側に組めるなら向こう側でいいんで、向こう側で倒していきます。なんだ今の振り方って感じだけどね。はい、これでしっかりと向こう側で倒していく。 OK。 で、続きまして9階層。カッパだけめっちゃ硬いんで注意してください。カッパだけ向こう側に組まないと倒せないと思う。あとは普通にご了承で倒せます。はい、ただ今回向こう側組めるんで、向こう側組んであげてぶっ倒していきましょう。こんな感じで向こう側組んでぶっ倒していきます。8コンボ
OK、これで倒していく。続きまして10階層、炭治郎を打ってあげて、ウェイドロ強1ですね。で、盤面に火残してあげたら最高です。ドロ強1入ってないやないかい。ざけんな、倒せるよこれ。ナイス、1コンボしたから倒せましたね。危な、ドロ強入ってなかった。で、11階層、炭治郎無効貫通で倒していきます。はい、炭治郎打ってあげて、ここから倒していきます。で、ここで火ちょっと呼びたいんだよな、できれば。降ってこねえかな、これ。火5個降ってきたらめっちゃでかいね、このパズルしたんだったら。降ってこなくてもまあ仕方ない。ナイス、でかい。で、12階層。ここは炭治郎を打って火残してから、炭治郎を打ってポルノ打って倒していきます。ただ火が5個あるんで、炭治郎を打ってあげて、ポルノ打ちます。でか、これ。こんな感じでぶっ倒していきましょう。はい、 OK、 これで倒していきます。さあ13階層、どっち来るか。あの、こっち来たら本来は耐久するんだけど、僕めんどくさいんで北の打ちます。間違えた、根塚打ちます。でもガンガン削っちゃおう。これで根性まで行ってくんねえかな。根性まで頼む。いい感じに削れ、根性まで削れ。ナイス削り、でかい。炭治郎打ってあげて、今ここで倒していこうと思います。はい、これでしっかりとぶっ倒していく。 OK。 でこれね、ネスコ打っちゃうとね、メノアがまあまあだるいんで、ちょっとまあ本当は打たない方がいいです。ただまあ僕はバカなんでね、打っちゃったって感じですね。あー、でここちょっと色ないんで、ウェイで耐久って感じかな。ここ色ないのね、まあまあめんどくさい。正直だるいかな。できれば色振ってきてほしいですね、このターンで。倒せないんで、これだと。そうなんですよね。ナイス、振ってきたね。ケータ倒していきます。今ここで倒すな。OK、 無効貫通組んであげて、ヒドロップ読んで倒していきます。これで火が4個振ってきてくれたら完璧。あ、マジでめっちゃ打ってくるやん。で、回復1個もないとちょっとまず、1個もないとまずいんで、ここ倒すときにちょっと回復呼びたいんで、回復呼びますね。よいしょ、ちょっと回復呼んであげて、まあ1個くらい降ってくると思うんで、さすがにフラグじゃなくてね。ここはしっかりと向こう側で倒していきます。よいしょ、危なっ。で、16階層、ウェイプラス回復で突破していきます。危なすぎるな、色の家族。 OK、 A プラス回復。はい、今ここ、こんだけ色あるなら炭治郎打たなくていいんで、こんな感じでこれで倒していきます。はい、せっかく色あるんでね、炭治郎打たずにぶっ倒していく。さあ続きまして17階層、こっち光当たりだね。こっちはウェイ組みながら倒していくだけです。もう一体のはルーレットがあるからちょっとめんどくさいかも。でウェイで倒していきます。はい、こんな感じでウェイ組んでぶっ倒していく。本当はウェイ1コンボで倒せるんだけどね、ちょっと僕がアシストとか変えてるんで、ちょっとだけコンボ組んでますってだけですね。で、ここはポルノ打って倒していきます。アンジョロ打ってあげて、ポルノ打ってあげて、こんな感じでぶっ倒していきます。はい、で、19階層意外と敵が硬いんですよ、こいつら。はい、で、少しカットしました。これ実はね、別の回に変わってます。これ実はさっき上げた人はね、20分ぐらいで公開されてたんだけど、BGM の音量間違えたやつですね。そちらをね、後付け実況していこうと思います。なんで後付けしたかっていうと、この後ちょっとね、さっきのやつでね、プレイミスしちゃってね、負けそうになるんですけどね、まあそれ勝つんですよね。まあそれおまけで後で載せときますね。で、20階層ですね。基本的に突破方法はもう概要欄に書いてるやつとか、あとツイッターのリンクの通りですね。で、ここ無効貫通組んで倒すだけなのに、ちょっとこの人パズル下手すぎてミスるんですよ、マジで。下手すぎっていうか、まあ、ルーレットが早すぎた。いや、まあ、下手ですね、これは。で、ミスるんで、ちょっと一回カットしてあげて、はい、こんな感じで無効貫通組んでいきます。いいね、パズルミスをなかったことにできるのいいですね、カットって。便利ですね。で、これで倒していくと。はい、でなんだかんだ結局途中で使った液玉も返ってきてるんで、まあ問題ないかなって感じ。
まあ、ちょっとスキルダメしないと帰ってこない時あるんで注意してください。でエキトナ打ってあげて、ここまあちょっと耐久してから、あえあそうね、炭治郎使ってあげてちょっと耐久してヒドロップ呼んでから、はい、もう一回炭治郎打ってあげて無効感組んでいきます。でいい感じに削ってあげるのが大事。はい、こんな感じで無効貫通組んであげてちょっと削っていきます。はい、でこれで7、8、9、10、11、12、13、14って感じでね、ゴリゴリ削ってあげて、もはや根性を狙うレベルで削ってあげて OK です。でまあこんくらい削れるんで、あとは少しヒドロップ貯めてあげて突破していきます。 L 字消しても結構削れますが、まあできれば無効貫通の方がいいかな。はい、ただまあ今回もウェイで削りに行ってますね。こいつ戦うの好きだな。まあこんだけ組んであげればさすがに倒せるでしょう。ナイス。でラストですね、ヒドロップが1個あれば OK です。もうめっちゃ簡単です。稲姫に継承しているゼウスギガハンターとリノバルドに継承してあげている5機を打ってあげるだけですね。もうこれだけです。めっちゃ簡単。はい、ゼウスギガハンター打ってあげて5機打ってあげて、どのメドアもこれで確定で根性に入ります。なのでこれによってあとはラスト削り切るだけ。炭治郎打ってあげて、炭治郎打ってあげて無効貫通で倒していきます。キメナの場合は必ず無効貫通プラス3コンボぐらいいるかな。でこいつらは無効貫プラス1コンボで倒せるんだけど、もうなんかユーコルさんは関係ないですね。もうパズル組むの大好きなんで我慢できてませんね。ただまあこんな感じで無効貫通組んであげればしっかりとメドアもワンパンして突破できます。めちゃめちゃいい編成じゃない。超早いんだよね周回も。これ今ちょっとカットしたからあれなんだけど、一応カットしてる場合でもだいたい10分とかにカットしたらなってるのかな。実際の周回で言うと12分50秒とかこんなもんですね。だいたい12分台ぐらいで周回できてめっちゃ楽なんで本当におすすめ。何よりいいところがね、この遠征負けないんですよね。でいくらでもリカバリーも効くし、すごい安定感もあってめっちゃ強いんで、よかったらね参考にしてみてください。これね今回ね、視聴者さんからねいただいた編成なんですが、とにかく強かったと思います。はい、チャンネル登録高評価ぜひお願いします。じゃあ最後ちょっとだけおまけ載せときます。バイバイ。まあちょっと実はね、あの裏話があって、少しだけプレミをしてね、まあ、少しというかかなりプレミをしてね、ここで稲姫撃っちゃったパターンもやっていきましょう。普通に倒せますという感じで削っていきます。ナイス。で続きましてボス、まあ木来たらさすがに負けなんだけど、光か、光なら全然ワンチャンあるな。じゃあまずはリノバルド打ってあげて、炭治郎打ってあげて、炭治郎打ってあげて、闇消えろ闇消えろ闇消えろ、マジか、闇消さずに行こう、さすがに。 OK、 こんな感じでまずは無効貫組んであげます。さすがにワンパンは無理なのは分かってるんだけど、ちょっとは削ってくんねえかな。 OK、 いいですね、いい削り。パズル下すぎやろな。ただ炭治郎打ってあげて、炭治郎打ってあげれば OK、 ポロネ打ってあげて打って倒していきます。はい、まあ言うて例えば途中でプレイミスしちゃったとしても、なんだかんだご了承したりするんで、もう本当にただただ編成が強いです。単純な攻略編成かっこ噛み合えば超最強周回編成って感じで捉えてもらえれば間違いないと思います。はい、めっちゃプレイミスしちゃってねやらかしちゃったんですけど、それでもね問題ないんでね。どんぐらいなんだろうか、今めっちゃミスっても14分とかなんで、もう化け物ですね。よかったら使ってみてください。じゃあ終わります。バイバイ。